なりかよ。やったよ。マジか。釣れちゃった。ラッキー。やったで一撃。やったー。やったよ。よー。はい。今回はハードルアークランクベイトを使ってラスの荒川を攻めていこうと思います。岸際にテトラが入っているのでクランクをガンガンぶつけながら巻いていきます。巻いてきて強めにテトラにぶつかったなと思ったら一回巻くのを止めてやるとルアーが浮力で浮いて身上がりを回復することができます。たまに上流に投げたりもしますが、下流に投げて巻いてきた方が釣れます。気引くな。本当だね。よっしゃ。やり、すげえ引く。はあ、引くな。さすがスモール。やった。やっぱクランクだな。よいしょ。やり出るじゃんかよ。いや、まず一匹目クランクでゲッチュ。何匹かバスがいる可能性があるので同じコースにキャストしていきます。
ミス。やったー。俺クランクハマってんな。やれ。2匹目っす。せい。2匹目。サイズダウン。サイズダウンしたけど。釣れました。イエイ。2匹目。よっしゃ、サービじゃんかよ。やったぜ。サービくれた。よし、はい、おー、やり、サービきた。やったクランク最高。イエース、いいラージ、たまんです。ラージ来ました。44じゃないこいつ。いやーマジか、クランク最高っす。ラージ来た。